目当てって、はい、種類ってどんな感じのがあるんですか。できるものとしては、絵柄の種類ですか、それか描き方の種類。あ、描き方の種類。描き方の種類、大きく分けるとフリーポアって言われるもの、はい、とあとエッジングって言われる。フリーポアとエッジング。簡単に言うとフリーポアっていうのはこうピッチャーから注ぐだけで描く。あ、はい、でエッジングっていうのは描いた後にこう爪楊枝みたいな、あ、ピンからでちょいちょいちょい拭きながらみたいな。そうです。なるほど。あのチョコレートシロップとか使ったりするのもエッジングの類に入ってきます。そうです。なるほど。そうです、まあ、アレンジっていう感じですね。あ、まあ、ただやはり時間がかかってしまう。フリーポアを注いでそのまま提供ができるっていうのがあるので大きく分けると その2つ。私の場合こうエッジング絵心がないので下手くそすぎるのでこう頑張ってフリーポアでこうカバーしてるっていう。本当に絵心がないんですよ。そうなんですか。本当にやっぱ絵心とか大事なんですね。そういうのって結構大事です。すごっ。え、取るのにもちろん、これがフリーポアで描いた。すごっ。ペガサス。これ手だけで描いたんですか。そうです。あの注ぎながら。やば、こんな細かいのできるんですね。これがプロか。じゃあ魔術師ありがとうございました。ありがとうございました。そしたらあのここまではいかないまでも、はい、あのちょっと僕もちょっとだけかじらせてもらいたいんですけど、ぜひ。多分あのまあこういうのって。そんな一朝一夕でできるものではないとは思うんですけど、なんかできそうなものあります。そしたら、まあ、難易度低めな、講習とかで一番やっぱ最初教えてるのはハートですね、はい、もうラテアートの基本中の基本。わかりました。やっていきましょう。ハートお願いします。はい、ではでは、じゃあ一回エスプレッソをやらせていただきます。プッチで外して、はい、そしたらここに残ってる豆粕です、ね、あ、ディストリビューション2ですね、はい、ディストリビューションってどういう意味なんですか。ディストリビュートっていうのがこう分配する、均等にならすっていう意味合いがあるんですね。そこから来てるディストリビューション2、まあ、あとディストリビューターとも言われたりもします。で、こうですね、押し切りに針で、しっかりそしたら落ちてくるまでに、ね、ここを手を、はい、はい、回転のところでキープです、はい、で、熱くなったらよし、これぐらいになったら、はい、止めます。はい、はい、で、これを注ぐわけですね。で、注ぐ前に一つポイントとして少し叩いてあげて、叩いてあげて、くるくるくる、そうです。最初、高い位置から注いで、高い位置から注いで、はい、真ん中でいいですか。真ん中でいいです。そうです、そうです、そうです、そうです。で、少しこう回しながら、回しながら、そうです、そうです。で、大体半分ぐらいになったら、はい、一気にじゃあ近づけて、はい、少し振ってあげてください。しっかり近づけて、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 そうです、そうです、そうです、なるほど。はい、ご覧ください、こちらが僕の初めての、人生初のラテアートです。人生初のラテアートです。あため息が、なるほど、難しいですね。ちょっとじゃあ味だけ見ときますか。はい、一から作ったラテです。うん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 、あ、でも美味しい、美味しい、あ、美味しい、美味しいのが一番です。美味しいのが一番です。でもできることなら付加価値つけたい。そうですね、やっぱちょっとハートをやってみたい。ハートですね。わかりました。そこから大きいハートを描けるように、はい、実は上のフォームとクレマって比重が大体一緒なんです、はい、フォームとクレマが一緒、大体一緒ぐらいです。泡だからですね。そうです、そうです、そうです。で、下にある液体のミルク、スチームミルクと、はい、あと液体のコーヒーの部分ですね、はい、ボディって言われるんですけど、はい、そこの比重も大体一緒ぐらい、はい、あー、なるほど。そうなんですよ。なので、上から注いであげるとフォームっていうのは中に沈んでしまうんですね。でも近づけてあげるとクレマとフォームの比重が一緒になるので、なるほど、ふわーって上に乗ってくれるんですね、白いフォームだけが。あ、で、その乗るフォームを使ってラテアートっていうのを描いてあげる。なるほど。そうです。ちょっとこのイメージを持っておくのと持っておかないのでは、あ、多分描き方が変わってくると思うので、はい、もう基本の木ですね。基本の木です。なので、ここの比重の重さの違いを使ってラテアートって描いているんですね。なるほどです。はい、これはもう一番シンプルなハート
ですね、こう振ったりせずに。あでそしたらちょっとこう僕ピッチャーを補助させてもらうので、はいはい、いつも通りちょっとピッチャーを握っていただいて、はいはい、ちょっとそこを持ちます、はい、ではいきます、はい、こう中心めがけてこうそーっとですね注いでいきます、はい、半分ぐらいいったら力を抜けて、あーなるほど、はい、最初にこうやって回して入れるのは何か理由ですか？回して入れるのはフレマの表面っていうのを回さずに1点だけ注いでしまうとやっぱ固まってったりとか無駄になってしまうんですね。まんべんなく注ぐために回してる。そうですそうです、まあ、こう回しすぎてもこうぐちゃぐちゃになってしまうのでちょっともう1回やりましょうか。はい、はい、再チャレンジ、再チャレンジ、はい、高くですね。そうですね、これぐらいの高さぐらいが、うん、はい、そうですそうです。から近づけて少しじゃあ肩の向きを強めに出して、そうですそうです。上に、そうですそうですそうです。お、お、お、いいんじゃないですか。お、なんかさっきより、さっきよりがなんかこう違いが出たという。違いが出ましたね。やっぱ近づけることによってこうやってフォームがしっかりと。でもこの白いとこ以外はクレマってことですよね。そうです。上に押し上げられた。そうです。綺麗な丸を最初作るっていうのを。なるほど、練習してもらう。ぶった切ればいいわけですね。そうです、ぶった切ります。注ぎながらぶった切ります。この表面張力半端じゃないですよ。半端じゃないです。ぷよぷよですよ、ね、半端じゃないです。どこまで注ぐのっていうバリスタさん結構いっぱいいらっしゃるの。ウェイター殺しに運ぶとき怖いですよね。本当に。じゃあラスト1回だけラスト1回やらせていただいて、もちろんです。あとは自宅で頑張ります。いくらでも。基本的なところを教えていただきます。はい、助かります。ありがとうございます。行かせていただきましょう。そうです、そうです。いいですね。勢いが行き過ぎました。勢いがいきますね。でもこう勢いつけてあげると、うん、こう自然にこう広がるんですね。あ、丸くなってますね。イメージとしては。そうです。なるほど。バリスタが言うよく対流って言うんですね。カップの中の対流って言うんですけど、いやでもすごいです。この 2、3 回やってフォームが浮かび上がるのはすごいです、はいはい、本当ですか。本当です。これあのセミナーとか講習やってても結構浮かび上がらないんです皆さん。あ、結構こう慎重に丁寧にやろうとしてフォームが出てこなかったりとか、はいはい、思い切りが大事なんです。意外とね、思い切りがある方の方が上手だったりします。ちょっと思い切りすぎた感じ。ちょっとそこのバランスはね大事だと思うんですけど、ここをうまくこう操れるようになって、なって魔術師になる。魔術師に次第2の第2 なるべく頑張ります。はい、チリチリっていう空気を含ませる時を長めにちょっと取ってあげるとふわふわに。あ、まあ絵はこんなんだけど、あの物は物は作っていただいたんで、ベースはね美味しいです。ありがとうございます。頑張ります。頑張ります。はい、ありがとうございます。魔術師、ありがとうございます。完全に魔術師呼びがね、もうなんか定着しちゃいましたけど。じゃあ白石さんに、ラテアートを教わりました。はい、ありがとうございます。あとはご自宅で頑張ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。本当に注ぎ終わりの最後のアーまでしっかりこう使って、そうです。一つのピッチャーの中のすべてを使ってるんです。注ぎ切って完成です。すげえ。すごい。お名前にこう馬を監視しているということで、あ、そうですね。僕カズマなんでね。はい。ペガサスをちょっと。ありがとうございます。めっちゃかっこよくなってる。イメージさせます。ありがとうございます。あ、そうだ。一個忘れてました。あのさっき、エイジングの話あったじゃないですか。はい、あれって。だいたい何日くらい置いてあるんですか？イメージなんですけど、はい、これあのはっきり科学的なこう検証したわけではないんですけども、はい、まず浅入りっておそらくちょっとその焙煎する時間が短いことが多分多いからだと思うんですけど、はい、ガスのこう抜けが早いと言いますか。あ、ですので、はい、浅入りとかであれば1週間から、まあ、2週間いかないぐらいのその中間ぐらいが、で逆に中深入りとか、まあ、今日飲んでいただいたぐらいの、はい、まあ、度合いであれば大体2週間から、うん、まあ、何なら3週間ぐらいまで行って、結構起きますね。そうなんですよ、ちょうどよかったりもしたりします。あ、であとはもちろん季節も
ありますよね。日本はこれから暑い夏ですので、はいはい、やっぱり夏はそれだけ暑いと、はい、エイジングって進み方早くなります。あ、逆に冬場って全然進まなかったりするので、はい、まあ、要はあの部屋の常温で置いていたとしても、はいはいはい、そこら辺の温度でかなり変わってくると思いますので、そこら辺をちょっと見極めながら、まあ、もちろん飲みながらこうここだなって思うのは確かめてもらう方がいいと思うんですけども。わかりました。はい、確かにあの僕も山梨でエスプレッソ美味しいとこ1個知ってるんですよ、はい、そこの方ものすごいこだわってらっしゃって、確かに湿度管理とか、はい、すごいあの温度管理されてたんですよね、はい、やっぱ大事なんですよ、そういうところは。全然変わるってことですね。究極言うと、はい、ワインセラーを買って、あ、豆セラーじゃないですか。豆セラー、なるほど。コーヒー豆セラーとして保管するっていうのは、はい、ある意味究極のやり方かもしれないですね。まあ、はい、エスプレッソっていうものは、まあ、そもそもさっき話してたように、あの、ミルも細かいものを使ったりだとか、出るものも本当に微妙な差で変わってしまったりだとか、はい、物自体も凝縮されていたりだとかで、はい、本当にちょっとのことが、キュッと一杯にまとまるから、そこの調整がすごい大事なわけですね。そうです。ちなみに、あの、さっき中深入りとおっしゃってましたけど、はい、深入りとかはどうなんですか？ですね、深入りだとイメージなんですけど、焙煎時間が長くなれば長くなるほど、うん、なんかガスってなかなか抜けづらいイメージがあります。これちょっとその科学的な、ちょっと前焙煎士とそういう詳しい専門の焙煎士と話した時にちょっと納得した部分もあるんですけど、うん、ちょっと説明すると長くなるので省略するんですけども、はい、やっぱりちょっと焙煎とかの度合いが深くなれば長くなるほどガスの抜けは悪いかなっていうイメージがあります。抽出されてる方の実際の感覚として、感覚です、はい、やっぱり味が出ないなっていう、うんうん、じゃあ、 あの僕の、今売ってるカズマックスブレンドっていうのがあって、はい、それ結構深いんですけど、ね、ちょっと、はい、油がちょっと光り出したかなくらいの、はい、あの辺だったとしたら、まあ、やっぱり 2,3 週間待った方がいいですね。そうですね、あの多分本当に落ち着いたラインで狙うなら3週間ぐらいでいいかもしれないですね、うんうん、それを例えば1週間とかでやってしまったとしたら、はい、抽出自体はできる？できます。あの香りの立ち方とかクレマの立ち方っていうのはいいんですよ、うんうんうん、でも、まあ、逆に言えばクレマがすごく出るのって、これビールで置き換えると分かると思うんですけども、はい、泡だらけのビール飲んでも美味しくないのと同じで、やっぱり適度なこう泡が、要はクレマが入ってきて、はい、下のエスプレッソの液体を一緒に楽しめるっていう状態が一番味が分かりやすいと思うんですよね、はい、でかつその抽出、要はガスがたくさん出ている状態ですと、要はお湯を通しても、要はガスの成分でお湯が中に弾かれちゃうんですね。ここ弾かれちゃうので味が出づらくなる、なるほど、ってことはちょっと薄っぺらい感じの味になってしまいがちっていうようなところなので、うんうん、なのでやっぱりガスをしっかり抜いていただいての抽出が一番こう綺麗にこうはまってくるっていうところかなっていう感じですね。なるほど、はい、まあ、ドリップも蒸らしするのってちょっと近いところもあるじゃないですか、はい、あります。30秒蒸らして、はい、ちょっとある程度ガスを抜かして、はい、落ち着かせてから注ぎますもんね、はい、あれを日常のこうエイジングでやっておくってことですもんね。そうですそうです、はい、なるほど、はい、というわけで、本日はこちら墨田区の、第一電化さんのショールームにお邪魔いたしまして、エスプレッソ体験をさせていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。白石さんもありがとうございました。で今後、このアパルタメントですね、はい、を、僕のうちに送っていただくことになりましたんで、頑張りたいと思います。修行します。あのずっとこう、はい、ライブとかで使っていただくの楽しみに、はい、成長を見届けれればと思ってます。ぜひぜひ、はい、ラテアートかけるように魔術師になれるように見習い程度にはなれるように頑張ります、はい、最後にですね、第一電化さんからちょっとお知らせがありますので、こちらだけ。あの、まあ、第一電化社ではどちらかというとちょっと業務用向けのエスプレッソマシンが多いんですけども、まあ、今回使っていただいたロケット社の、まあ、アパルタメン、まあ、これはちょっと家庭用でも買ってくださる方もいらっしゃるんですけども、はい、まあ、この辺りからの本当にこうね、プロ向けのエスプレッソマシンまで、様々なものを扱っておりますの で、 でここもですね、まあ、今日遊びに来ていただいているような感覚で、あの皆様に、はい、あの予約制ですけども、はい、予約していただければ来ていただけますので、はい、もしこうエスプレッソのマシンですね、ご購入とか、考えられている方いらっしゃればまたご相談をいただければと、はい、思っております。もう本当楽しいんでここぜひ来てください。じゃあそんなわけで、今日は第一電化さんの、墨田区のショールームにお邪魔いたしまして、動画撮らせていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。また来ます。ぜひ次に遊びに来てほしいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になりました。それではこの辺で動画を終わりにしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。ありがとうございます。あ、いいね、全員振っちゃって。お決まりの。ありがとうございます。ありがとうございます。